いう形で聞いててください。はい、じゃあ行きましょう。まずですね、問2からいきます。問2なんですけど、これはですね、ちょっと読みますね。すべての飲食料品が軽減税率の対象、つまり 8% になるわけではなくて、種類ですよね、お酒です。はい、種類や、これは外食は対象外となりますということで、種類、お酒とですね、外食は 10% になるわけですよ。これはいいですよね。で、大事なここからなんですけど、書く人はどんどん書いていってください。じゃあ、外食って何やってことなんですか？外食っていうのは、難しく言うといっぱい出てくるんですけど、簡単に言います。外食っていう定義は、これです。設備があることなんですよ。設備。そこに椅子があったり、テーブルがあったり、なったら設備っていうのなんですよ。そうすると順番になるんですよ、これが基本的な、要するに食べる設備があると判断基準になるんですよ。判断基準ね。はい、じゃあちょっとだけ応用問題出しますよ。例えばですね、そうやな、たこ焼き屋さんにしましょうか。たこ焼き屋さん、皆さんがたこ焼き屋やってます、ローテーションですね。そしてたこ焼きでお客さんに来たら売ってますね。はい、じゃあその時何番になるんですかって考えてください。たこ焼きです。はい、これはたこ焼きを食べる設備あるんですか、椅子があるんですかっていうと、ないですよね。だから8番なんですよ、ね。じゃあラーメン屋はどうですかっていうと、ラタイラーメン屋ですね。今ほとんどなくなってきましたけどね、大三方、僕の住んでる大三方ね、まだにありますからね、軽トラックで来てね、そこでラーメンが食えるってやつですよ。はい、誰が何番になるんですかっていうと、あれは10番なんですよ。食べるところがあるからなんですよ。車についてるからなんです。椅子もあるからなんです。ね。ということで、はい、分かってきましたね。柱ってのはこういうことなんですよ。設備があるかどうかなんですよ。要するに、ね。設備があったら10%になっちゃうんですよ。設備がなかったら8%なんですよ。同じものを取っても。ね。ここがポイントなんですよ。ポイントね。はい。したがってですね、この皆さんがですね、ふとしたことでたらびテレビを見たり、ね、ワイドショーでよくやってますよね、やってみたり、あと他のセミナーとか受けられてですね、この経営セミナー受けた後に、時に考えていただきたいのは、この講師は設備があるかどうかをベースに喋っていくかなと、ね。そこを聞いてほしいんですよ、ね。はい。もっと細かい話いっぱいもちろんあります。ありますけど、この柱は設備なんですよ。ね、今日はこれをお持ち帰りください、ね、よろしいですかね。はい、これが問い2でした。はい、よろしいですかね、うん。で、ご質問は後でまとめて受けますんでね、とりあえずちょっと時間が短めですからね、一旦僕の、ね、ペースでどんどん進んじゃって、ね、で後でご質問ね、まあ、5分10分ぐらいになると思いますけど、ちょっと手を挙げて、ご質問してみてください。はい、じゃあ問い3いきましょうか。問い3なんですけど、はい、書く人は書いていってください。